圧強いからものすごいやりやすいですわ。あ、本当よかったですね。はい、もう本当に。ママすごい綺麗になったよ。ああ、ありがとうございます。嬉しい。もうこんなん言ってもらったらめっちゃ嬉しいです。あと3年ぐらいは使おうね、あれ。うん、まだ大丈夫ですか。全然大丈夫です。大丈夫です、はい、助かりますね。Thank you.
お墓終わり。何？いやいや。何がどうした？いや、何にもない。うん。すごいドロドロに汚れてるハイライトを見せたかったのに。ハイライト。やっぱりこれね、はい、あの、私が手入れでね、重曹とかね、ペースを入れてぐるぐる混ぜて、やっこう、こぶすくうだけではあかんねんって。うん、ね、まあ、うん、よいしょ。だからこういうのなんか普段からもう、まあ、塩素入れてぐるぐる回してコケすくうっていうのもね、わかめみたいにすくうっていうのもね、うん、やって乾燥させてね、うん、でも年に1回ぐらいはこれやった方がいいんだって、うん、まあ限界ありますけどね、本当にあのカビってね、本当に絶対出るんですよ。もうどんそうでしょうね、どんなことしてもそうでしょうね。空気中にいっぱいいるから、うん、でやっぱりほら洗濯してもやっぱり洗濯の中でなんかワカメみたいなピロッとついてる時あるでしょ、うん、ね、うん、そんなの絶対ある。だからやっぱりまあ高いこと定期的にやらなあかんねんこれ、うん、高いけどね。ママが買い替える買い替える言うけど、まあ、あと3年ぐらい使おうよ。いらんみたいな。
がとうございます。はい、排水って、あ、ここ、あのここの玄関、玄関の排水って流れるとここか、ここしかないよね。はい、排水というか、あの流れるところ、はいはい、あ、ここなんですね。もう水でザーッと流したんですけど、最初が沸騰しかなかったら、こんな感じで霧状のやつでやってた。ね、これ、はい、分かりました。
これ最後の、あの、また確認で。あ、わかりました。はい、運転確認をちょっと今から。はい。じゃあ僕ちょっと片付け、片付け、片付けながら。はい。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。もう切りますわ。ごめんなさいね。